ということで、今回はソフィーアーカーズ、ソフィーズカースソフィアってどうしても言っちゃうんだよな、ソフィーズカース、この農業シリーズ、まあ、第2弾ということでね。そうですね、うん、次はちょっとで、ね、あのプレイヤー交代でオノチンがやらないやらないと言ってたオノチンが、まあ、やりますが、ちょっとあの音量チェックのために一番最初のちょろっとだけ見たんですけど、何もわかんないんですよこのゲームが、あの全部英語すぎてマジで何していいかわかんない、言ってたね、日本語を対応してないんでしょこれ。そうもしかしたら何もわかんないよわかんないよ、あー怖いシーン来た、あーみたいな感じになっちゃうかもしれないなっていう不安はありつつ、ひとまずニューゲーム、これかで、はい、2つのモードがあります。カーズとナイトメア。ナイトメア、カーズが This mode is great for new player。 Great、 It starts easy and gets harder each checkpoint、ナイトメアが This mode is harder for skilled player that like to be challenged、まあ、チャレンジャーモードと通常みたいな感じですね。じゃあナイトメアでいきますか。いや、無理だわ何にもわかんねえもん、だって、まあ、シャドウコリド終わりは挑戦者でやってますが、まあいいですよ、選んでください。わかったわかった、ね、じゃあナイトメアでいくけど、いった、ハロー、プリーズフォーギブミー I was in a hurry and could you wait for you to arrive Thank you so much for talking the geekなぜか赤線引いてるのも、もう読めんし、これはちょっと俺の元気があったら全部翻訳して字幕出しておきます。あれしてるけど、あ、できた、すいません。ロバートさんからの手紙ですね。クローズ、もう分かんないですこれは何言ってるかね。はい、いきます。で、なんとなく、あの俺がビビるな。え、これ、え、あ、あ、発電機を回すゲームだったっけ。あ、まあなんかこんな感じで、あ、左クリックで、右クリックで回す。うわー、怖いな。で、なんかこの4箇所 ABCD を切らさないようにただただするっていうの、どっち、え、動かなくなっちゃった。え、ちょっと待って、 C 減ってる、 C 減ってる、C がどこだっけ、これ何、 B 違う、おっ、え、止まった、こっちか、ああ、なるほど、そういうことか、自由に動けると見せかけて決まったとこしか行けないと。あ、そう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 、ああ、なるほど、これ B だった。あ、B、これ終わっちゃうかもしれない。一個でもダメだと終わるのか。 C どれ、 C、 C が分からん、 C が、 C、 あ、これ C、 C、 あ、いいじゃん、いいじゃん、待って、これが C、これが D か、じゃあ C、D、やばい こっちだかな、で、これが、あ、違う、これがうざいな、ここの中間地点マジうざい、で、軽く回しといて、 C が変なとこですね。ここか。C が2階の寝室。あれ？あれ？これ B か。あれ？あれ C があれだっけ？トイレ、トイレか、2階のトイレか。ちょっと待って。ここか。あ、危ない危ない。C がトイレ。あ、もうよくわかんねえや。よくわかんないけど、とりあえず回そうぜ。OK。一番最初のとこが A なはず。
あ、D、B がどれだ、D。B かトイレか。トイレが C。うわっ！チェックポイント終わった。え？ん？ん？なんか絶対嫌なんだけど。え？A が減ってってるね。あ、そういうことか。今のマジのチュートリアルだ。あ、いろいろ教えてくれなくなっちゃった。あ、本当だね。え？マジかよ。D どれだっけ？D は寝室、2階の。あ、これ難しいな。え、はい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 。ここ回してから。あっと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 、え、うんうんうん、C が減るか。ん？うわ、え、なんで？理由を考察しましょうか。あれ？俺の叫び声でびっくりした。いや、多分俺の方が叫んだと思う。ちょっとなんでだろうね、今の。ありえるのは何？全然わかんない。気配がするとこに行っちゃいけない系かな。気配あったのかな。いや、ない。わ、ビビった。つらい、俺、つらいな。もう一回行ってみましょうか。もう一回ナイトメアで。あ、セー、あー、そっか、セーブデータがあるから8時から。チェックポイントね。これが分かんねえんだよな。最初からになっちゃったよ。あ、本当だ、最初からになっちゃってる。 You can use the computer that I left on the kitchen。 はいはいはい、キッチンのカウンターにコンピューターがあります。 To fix it if you don't the whole system。 定期的にここでなんかするのか。あー、そういうこと。え、なにこれ。このマーク何？セーフポイント D に行けってことかな。わからん。待って、いや、びっくりした。なんでもう理由がわからないから。そう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 。いや、でもそんな簡単なゲームじゃなかったですよ、それ。ここがセーフポイントなんだろう、きっと。そこがセーフポイント。うん、やばい、もう敏感になっちゃった。これで一回ちょっとパソコン開けて、あ、セーフポイントダメか。まあいいや、ちょっとやばい。まあさっきセーフポイントで やられたけどね。そうなんだ。なんだべな。で、一回戻ります。このパソコンを見なきゃいけないっぽいな。でも、セーフポイントって書いてるんだけど、ワーキング、ワーキング。セーフポイント。何これ。へって、わかんない。そこを見てみる。見てみましょう。 I doing some research。 Sophia was 19年前。
perfect GPA student no 英語がわからんのよ。どうしたらいいのこれ。この時点でもう終わりなんじゃない？絶対来るよ。いやもうこれで来たら意味が分かんなすぎて、ね、これで来たら考察しよう考察意味が分かんなすぎてもう何もできないなくなっちゃうよ。だって発電機だってちゃんと回してるし。分かんない、分かんないから怖い。分かんないから怖い。このゴッカ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 ーっていうのが、うん、分かんないから怖い。いきます。あ、家行く前にパソコン見ようかな。どういうことでしょう。うん、もう絶対このあれから来るやん。その後ろから絶対来てたやん。来てたのかな。いや来るでしょ。いやな、意味が分からんのやけどな。あ、ちょっとヘリがやばいね。なんでやねん。最大級のなんでやねん発しましたけど、ちょっとだけ調べますか。ちょっとだけ調べましょうか。あ、適当翻訳してくれてるやつがありますね。ほら、このゲームのルールはシンプルです。電気がなくならないようにする、それだけです。まあそれだけではなく、ソフィーは少し意地悪な時があります、うん、まずセーフポイントを使いましょう。セーフポイントにいる間は発電機の電気がなくなったりエラーを直さないなどの事態を除けばあなたは安全です。注意、セーフポイントの場所はしばしば変更されるので、キッチンにあるノートPCを使って確認しましょう、あなたが発電機を充電しているときにソフィーが不気味な音を立てることがあります。はい、ありました。はいはいはい。それは彼女があなたの背後にいることを意味します。おえー、発電機の充電をすぐにやめましょう。はいはい。時々どこかでソフィーは姿を現すことがあります。そんな時はそこをあんまり長い間見ない方がいいです。彼女が現れたらすぐに逆方向に逃げましょう。その場所を通り過ぎるときは注意してください。なぜなら彼女が現れた場所をクリックしてしまった場合とても困ることになるからです。ソフィーが発電機を壊し、すべてのシステムを停止させることがあります。でも心配しないでください。数秒でシステムはリブートして復帰します。もしシステムが停止したらセーフポイントにできるだけ早く移動しましょう。とても稀なことですが、もしソフィーがあなたのことが嫌いだった場合、ランダムにあなたを殺してしまうでしょう。え？彼女があなたを好いていることを祈るばかりです。わや。まあ、すべてはあなたの運にかかっているということです。絶対嫌いやんけ。まあ、ナイトメアでいきますか。あ、セーフポイントが A にあるんで A にいます。ずれえな、このゲーム。あぶね。ポイント A で。まだいいや、D。
いや、厳しくない？厳しいね。なかなか厳しいね。あ、やばい。本当はここ行っちゃダメなんだな、こういう時に。うわ、怖え。本当はええ。いやな、ゲーム。いいか。ガカガカガがどこで言ってんのかわかんない。ね、ああ、危ねえ。大丈夫？やだー、やだー。セーフポイント行きたいけど、セーフポイント行きたいとこ。つれーこのゲーム。ああ一回ナイトメイカースにしてみるか。カースにしてみようか。わいや怖え、これのゲーム。おぉ、再び、へっ、ってるよ。あー、しんどい。やってない、俺がしんどい。セーフは A。 あ、なんか言ってた。あ、A だよ。 A です。ああ、ここまずい、まずい、まずい、まずい。いない方がいいですね。はいはい、ああ、こっちに来ちゃったの、やばかったかもしれない。俺死んじゃうかも。予告、予告。もうすぐ死にます。大丈夫か。電話。わーい。はい、というわけで、うん、ソフィーカーズやってきましたけど、はい、もう本当に右も左も分かんないんで、ただただ怖かった。ね、いや、俺やんなくてよかった、これ。こういうゲームの方がね、僕はきついですね。ああ。俺だって、最後の方、目薄めでやってたから、見てたから。怖い怖いっつって。まぁ、ちょっとね、クリアする自信がないんで、グッドボタン10個ついたら、続きをやるって。あ、まぁ、でも、期間決めて、そこまで10個ついたらとかでも、まぁ、いいけど、10件、いつまでにしますか？今月いっぱいとかでもいいよ。今月いっぱいまでに、じゃあ高評価10件いけば続きを。皆さんぜひ。いや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 、高評価爆押しでお願いします。はい、ね、というわけで、はい、またまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。